松浦康介は愛知県名古屋市出身のレーシングドライバー。鈴鹿サーキット主催の鈴鹿サーキットレーシングスクールの出身で、元会一ドライバー中島悟等からノウハウを学ぶ。1994年にカートデビュー。翌年1995年に全日本選手権シリーズ西地域 FR クラスに出場し、チャンピオンに輝く。 1996年にワールドカップイン、鈴鹿 FA クラスに出場して6位入賞し、翌年には優勝を果たす。以後、ジャパンカートグランプリや世界カート選手権等の大会に出場し、好成績を残した。1999年にフォーミュラドリームでレーシングドライバーとして本格的に活動を開始し、初戦6位。翌年にはチャンピオンに輝く。 このフォーミュラドリームでは、井出雄二や柳田正孝等と争った。2001年からアルタのバックアップを受けドイツ海産に参戦。2002年にはシリーズランキング2位を獲得した。この年は、韓国で開催されたコリアスーパープルで3位、ポーで開催されたユーロカップで4位という成績を挙げたものの、マカオグランプリはリタイア、マールポロマスターズ F3 は、 か28位という結果で終えた。2003年には、ユーロカップフォーミュラルの V6 に参戦し、シリーズ3位という結果を残した。インディ500参戦中の松浦2004年から、鈴木アグリ率いるスーパーアグリと、エイドリアン・フェルナンデスがタッグを組んだ、スーパーアグリ、フェルナンデスレーシングのドライバーとして、インディカーシリーズに参戦。2007年は、スーパーアグリが、 パンサーレーシングと提携したため、スーパーアグリ、パンサーレーシングという新体制の下で参戦、することになったが、成績には結びつかず、インディジャパンにおいては、出走5秒でリタイア。スーパーアグリとパンサーレーシングの提携も同年、限りで解消されたためシートを失った。2008年からは、シリーズの中継をしているマオラで解説を行っている。2009年は、 コンクエストレーシングからインディジャパンにスポット参戦し17位に入った。2008年からドコモチームダンデライオンレーシングのドライバーとしてフォーミュラ日本に参戦。フォーミュラドリーム以来8年ぶりの国内レースへの参戦となる。シリーズ開幕より芳しくない結果が続いたが、第7戦フジラウンドのレース1で8位となり、レースにはリバースグリッドにより、 ホールポジションからスタートすることになった。しかし、折からの大雨のためスタートからセーフティカー先導で周回し、6周目に赤旗でレースが中断、そのままレース終了となり、規定により赤旗提示の前の週である5周目を先頭で通過した松浦が結果的に初優勝することになった。2010年はエープリルから スーパー GT GT300 クラスにカローラアクシオで参戦し、2011年および2012年は、アルタから GT300 クラスにガライアで参戦した。2013年は、GT500 クラスにステップアップし、アルタから、ホンダ HSV-010 で参戦する。2017年は、長年在籍をしていた、アルタを離脱し、中島レーシングに移籍をする。 第6戦の鈴鹿にて、自身としては2013年以来の、チームとしては10年ぶりの勝利を、最後の鈴鹿 1000km で飾る。レース後の会見では感極まる場面を見せた。ドイツフォーミュラ3選手権、フォーミュラルノー V6 ユーロカップフォーミュラ、日本インディ500。ありがとうございます。